これより平成21年9月定例会を開会いたします。開会に先立ち、先の臨時会において選任同意されました副市長及び監査委員から発言の申し出がありますので、これを許します。副市長、上野義丸君。はい、おはようございます。10月1日付で副市長を拝命しました上野でございます。もとより非力ではございますが、八代市政発展のため誠心誠意努めてまいります。議員の皆様方には今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。監査委員小島典夫君。おはようございます。議長のお許しをいただきましたので一言ご挨拶を申し上げます。先の9月臨時市議会におきまして、監査委員の選任をご同意いただきましたことにつきまして、心から御礼を申し上げます。9月26日付で監査委員を拝命し、特別職の重責を担わせていただくことに光栄に存じますとともに、責任の重大さを改めて痛感いたしております。与えられました職務の遂行につきましては、旧八代市職員としての35年間、それに一市民としての4年間の経験と体験を生かすとともに、地方自治における監査の意義を踏まえ、公正不変の態度で八代市発展のために誠心誠意努めてまいる所存でございます。特に昨年から今年にかけまして、国及び地方が公共団体における公金の不正支出の報道が新聞テレビ等で多く見受けられ、本市においても残念ながら例外ではありませんでした。また不適切な事務処理についても本市は指摘を受けております。これらの不正や不適な行政執務の解消について、執行部ともども厳正に取り組み、市民の信頼回復に努めてまいります。議員の皆様方には今後ともご指導いただきますようお願い申し上げます。はなはだ簡単ではございますが、ご挨拶いたします。どうぞよろしくお願いいたします。初版の報告をいたします。本日市長から議案14件が送付され受理いたしました。そのような報告は朗読を省略いたします。これより本日の会議を開きます。日程第1、会期の決定を議題といたします。お諮りいたします。本定例会の会期は本日から10月30日までの18日間といたしたいが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。日程第2から日程第15まで、すなわち議案第90号から同第103号までの議案14件を一括議題とし、これより提出者の説明を求めます。市長福島和俊君。皆さんおはようございます。今回の定例市議会に提案しております議案の説明に先立ちまして、去る9
9月30日に発生いたしました。インドネシア西部スマトラ島沖の地震により犠牲となられました皆様のご冥福を心からお祈り申し上げます。それでは市政運営に対する私の所信の一端を申し上げます。私はこの度市民の皆様方の信任を受け、これからの4年間安らぐ姿勢を担うことになりました。その使命の大きさにまさに身の引き締まる思いであります。安らぐ市民の皆さんの期待に応えるよう新たな情熱を持って全力で市政に取り組む決意であります。さて我が安らぐ市は平成17年8月1日に1市2町3村の合併が実現し14万都市となり新たな一歩を踏み出しました。それから4年が経過した今、我が国はまさに激動の時代にあります。政権交代による鳩山新内閣の誕生をはじめ、急速な少子高齢化による人口減少により年金や医療などの社会保障制度の存続や労働力の低下が危惧されております。また昨年からの戦後最大の経済危機は未だ好転の兆しは見えず大変厳しい状況下にあります。このような中、景気対策や行財政改革、さらには経済産業の活性化など安らぐ市の山積する重要な課題を考えますと、さらにスピード感を持って新しい安らぐ作りに取り組んでいく必要があります。これからの4年間は10年後20年後さらには50年後の安らぐ市を見通す中で非常に重要な4年間であり、まさに21世紀にふさわしい町づくりの正念場であると強く認識をしております。そこでは私はこれからの市政運営の基本政策として次のことに重点的に取り組んでまいります。第一に、安心安全な町づくりを目指します。医療福祉教育行政の機能的ネットワークを構成しながら、コンパクトな利便性の高い街を作ります。市民の皆様により密度の高い行政サービスを提供するため、行政機能などの集中すべき施設と福祉機能などの分散すべき施設について、市民の皆様の合意を得ながら施設建設政策決定を進めてまいります。次に、医師不足による地域医療の衰退は全国的にも著しくなってきております。また小児医療から高齢者医療に至るまで市民の皆様の関心は高まってきていることから、安らぐ市立病院を予防医療生活指導医療機関としての位置づけを行い、地域の医療体制の充実を図ります。第二に、活力あるまちづくりを目指します。九州新幹線や高速道路、国際貿易港としての安らぐ港などの交通基盤の有利性を生かし、バランスの取れた工業都市、農林漁業都市、商業都市としての町を作ります。まずは路線バスの運行形態を経済的に見直し、中心部へのアクセスの利便性を高めます。また商店街の非営化による中心市街地の空洞化が進んでおります。そこで既存ストックの有効利用という観点から、空き店舗改修補修事業の
限度額の引上げについて検討をします。次に農業の持続的発展のため農業指導者の養成を行い担い手の育成・確保を図り育成をはじめ基幹作物の振興と経営の安定のための条件を整備をします。次に八代産の農林水産製品の販売促進と需要拡大を図り全国へ大きく PR 販売を行う拠点としてアンテナショップの開設に向け H を結集し A 努力してまいります。次に本市には開湯600年を迎えた日名子温泉や五箇荘、商品券、万葉の里、水島など地域ごとに特色のある観光資源が点在しております。そこで平成23年度春の九州新幹線の全線開業を見据えて市内の観光資源を結ぶ観光ルートの確立を図り広域観光に対応した観光地としてのとして全国に発信します。第三に自然と共生する町を目指します。次の世代を担う子どもたちに自然豊かなふるさとを残し人の輪と幸せを実感できる町づくりをします。まずは喫緊の問題であります新たなごみ処理施設の整備に取り組みます。場所の選定についてはごみ問題など対策検討委員会を開かれた透明性のあるものとして位置づけごみ処理のあり方と場所の検討を行い議員の皆様をはじめ地域の皆様に十分説明をしご理解を得ながら取り組んでまいります。次に荒瀬ダムについては直接的には県政の問題でありますが荒瀬ダムで影響を受ける流域住民の立場に立ち自然環境の再生また自然環境との共生という観点から民意を大切にする市長と地元市長としてのダム撤去という方針で今後とも県との協議を積極的に進めてまいります。そのほか子育て世代への支援策として乳幼児医療費の無料化についてその対象年齢の引き上げを検討します。以上市政の各分野にわたって私の基本政策の概要も述べましたがこれらを着実に実現していくために八代市総合計画との整合性を図りながら適正な財政計画に基づき施策を実施していかなければなりません。硬直化した財政状況を打開し限られた財政をより効率的にまた有効に活用していくためにはこれまで以上に無駄をなくし合わせて財政の健全化を図りさらなる行政改革に取り組むことが私に課せられた使命であると改めて実感しております。私は市政運営に対する基本姿勢として人を大切にする姿勢をスローガンに市民の皆様の負託を市民の皆様の負託に応えるために市民の皆様の立場に立って広く意見を聞きながら市民の皆様と一緒になって住んでよかったと実感できる街づくりに努めます。また市民に信頼される市政確立のため職員のコンプライアンス指針に基づく意識改革を行いさらに厳しい倫理観を持って臨み公平公正公平透明な市政運営を実現したいと考えておりますのでどうか議員各員の温かいご指導とご協力をお願い申し上げ市政運営にあたりましての所信表明といたします。さて本会議に提案しております議案は決算議案2件予算議案4件条例議案7件事件議案1件計14件でございます。
順次その概要について説明を申し上げます。決算議案の第90号および第91号は平成20年度の水道事業および病院事業の決算でございまして、それぞれ決算事務が完了し監査院の決算監査も終了いたしましたので、これからの認定をお願いするものでございます。概要につきましては水道局長および私立病院事務長が説明をいたします。次に予算議案でございますが、議案第92号の平成21年度八代市一般会計補正予算第4号では歳入歳出予算に4億4960万円を追加し、補正後の総額をそれぞれ531億1470万円としております。その主な内容でございますが、まず国県の補正内容に伴うものです。携帯電話サービスが利用できない地域の解消を図るため、泉町の西の岩地区と日本木地区に基地局の整備を実施します。また八代外交工業団地における情報通信の高速化を図るため、熊本県と連携し光インターネットの整備を実施します。次に過疎化が著しい泉地域において日常生活における利便性の確保を目的として、地域の中心地へ物品販売所の位置と中心地から周辺集落と結ぶ乗り合いタクシーの導入について社会実験を実施し、事業の実効性を検証する泉地域中継機能強化モデル事業を実施します。次に認知症対応型共同生活介護の事業所が少ない県域に整備する介護基盤緊急整備特別対策事業として、今回2つの施設について補助を行います。次に熊本県安心子ども基金特別対策事業の補助採択を受け、私立保育園の園舎増築に対する助成を行います。また就労能力および就労意欲のある離職者で住宅をなくした者に対し住宅手当を支給することにより、住宅および就労機会の確保に向けた支援を行う住宅手当緊急特別措置事業を実施します。続きまして、国の経済危機対策に基づく第一次補正予算で創設されました地域活性化経済危機対策臨時交付金の追加事業でございます。商店街振興組合八代市商工会が年末売り出しに合わせて販売します商品券の 10% のプレミアム券分と事務費の一部に対して補助を行います。次に緊急雇用対策事業の追加事業として、緊急雇用創出基金を活用し、妙見祭の出し物の修復作業や博物館の収蔵資料の整理作業などに新たな雇用を確保します。次に本年7月の梅雨前線豪雨により被災した市道や農林道河川の災害復旧事業を行います。その他八千代地区土地区画整理事業地区その南側に位置する北部幹線の未着手区間の整備を行い、平成24年度の完了を目指して本年度内に事業認可取得に必要な費用便益分析や測量設計などを行います。以上が一般会計補正予算の主な内容です。次に議案
第93号の平成21年度八代市国民健康保険特別会計補正予算第2号では、歳入歳出予算に6945万9000円の追加、また議案第94号の平成21年度八代市老人保健医療特別会計補正予算第2号では歳入歳出に予算に395万1000円を追加しております。内容としましてもいずれも平成20年のに概算交付された支払い基金交付金の超過交付されたものを返還するものなどです。議案第95号の平成21年度八代市病院事業会計補正予算第2号では歳入歳出予算に216万円を追加しております。内容としましては、新型インフルエンザ患者用に人工呼吸器の整備を図るものです。以上が予算についての説明でございます。次に条例議案および事件議案について説明をいたします。議案第96号の八代市長などの退職手当の特別に関する条例の制定について、および議案第97号の八代市副市長定数条例の一部改正については、財政改革の一環として市長副市長執権選出監査委員教育長の退職手当を支給しないことを定め、また副市長の定数を1名に改めるものです。議案第98号の八代市地区計画などの案の作成手続きに関する条例の制定については、都市計画法の規定に基づき地区計画などの利害関係者の意見を求める手続きを定めるものです。議案第99号の八代市廃棄物の原料及び適正処理に関する条例の一部については、家電リサイクル法の改正に伴い処理手数料を改定するものです。議案第100号の八代ハーモニーホールの条例の一部改正については、想定されていなかった使用形態に対応するため使用制限に関する事項及び使用量に関する事項について改正するものです。議案101号の八代市農村公園条例の一部改正については、地籍調査の結果を受け公園の位置を変更するほか、公園の追加名称を変更するものです。議案第102号は2号八代市における県水産事業分担金徴収条例の一部改正については、熊本県八代海漁場環境保全創造事業が終了し、新たに熊本県八代海地域水域環境保全事業が改正されたことに伴い改正するものです。議案103号、契約の締結についてですが、これは野上ポンプ場築造工事請負契約の締結について、契約金額3億292万5000円で、三共建設、松永土建、東映建設の建設工業共同企業体との契約を締結しようとするものです。以上が本会議に提案しております議案の概要です。今回の提案しております議案につきまして、よろしくご審議の上、何卒速やかにご賛同いただきますようお願いを申し上げ、提案事由の説明といたします。
水道局長松本貞彦君。おはようございます。議案第90号平成20年度八代市水道事業会計決算についてご説明いたします。本市の水道事業は創設以来安全でおいしい水の安定供給に努め、住民福祉の増進に寄与してまいりました。平成20年度の総排水量は402万6923立方メートル、総優秀水量が357万2017立方メートルで、優秀率は 88.70% でございました。平成20年度末の給水人口は39,688人、給水戸数は13,365戸、前年度末に比べて給水人口は110人、給水戸数は206戸増加し、給水区域内の上水道普及率は 55.56% となりました。これは全国の10万人規模以上の都市の中で最も低く、旧八代市域が豊富な地下水に恵まれ飲用井戸の利用が多いことが主な要因と考えられます。しかし近年、地下水の塩水化と水質の悪化が懸念されており、地下水の有効利用の観点からも水道の必要性が高まっております。水道局では健全経営と安定供給、普及率の向上を重点目標とし、経営状況の許す限り施設の整備に取り組んでまいりました。その主なものとして、排水管整備事業としまして、排水本管の二系統化のため中方町において排水本管600ミリの敷設を行うとともに、下水道と同時施工により太田郷地区並びに古賀中町、古賀下町等の排水管未整備地区への排水管敷設工事を施工いたしました。一方、排水管改良事業としましては、旭中央通りにおいて老朽管更新工事を、下水道及び大村町周辺土地区画整理事業に伴い、太田郷地区及び松崎町、大村町において排水管移設工事を行っております。また本年度も年利 6% 以上の財務省資金運用部資金及び地方公共団体金融機構資金合計8,779万1,611円を保証金免除で繰り上げ償還し、そのうち8,770万円を低利な民間資金で借り換えました。これにより昨年度と合わせまして、今後7年間で9400万円程度利息が軽減されることになります。それでは資料に基づきまして決算の内容をご説明いたします。平成20年度八代市水道事業決算書3ページをお願いいたします。決算報告書でございます。収益的収入でございますが、第1巻水道事業収益決算額4億8,047万5,090円、この内訳としましては、第1項営業収益4億7,536万1,695円、第2項営業外収益511万3,395円となっております。次に
4ページの収益的支出でございますが、第1巻水道事業費用決算額4億701万3726円。この内訳としましては、第1項営業費用3億5563万5789円。第2項営業外費用5099万387円。第3項特別損失38万7550円となっております。次に5ページの資本的収入でございますが、第1巻資本的収入決算額2億6766万5910円。この内訳は、第1項企業債1億3770万円。第2項工事負担金3125万9910円。第3項出資金9870万6000円でございます。次に6ページの支出でございますが、第1巻資本的支出決算額4億7115万3351円。この内訳は、第1項建設改良費2億3615万5020円。第2項企業債償還金2億3499万8331円でございます。資本的収入が資本的支出に対し不足いたします2億348万7441円は、減産積立金取り崩し額4131万1234円、可燃土分損益勘定留保資金1億5254万5769円及び当年度分消費税資本的収支調整額963万438円で補填いたしております。次に財務諸表でございますが、9ページから10ページは損益計算書でございます。これは平成20年度における水道事業の経営成績を表すものでございまして、消費税抜きの額で作成いたしております。まず1の営業収益4億5333万4309円に対しまして、2の営業費用は3億5118万5154円で、差し引き営業利益は1億214万9155円となっております。次に3の営業外収益でございますが、511万3285円に対し、10ページ4の営業外費用は4333万7992円、3822万4707円の不足を生じ、先ほどの営業利益からこの不足額を差し引きますと、営業利益が6392万4448円となります。これに6の特別損失36万9096円を差し引き、当年度純利益は6355万5352円となりました。前年度に比べ約2200万円程度の増益となりましたが、これは給水収益は減少したものの、それ以上に企業債の支払い利息が減少したことが主な要因であります。次の11ページから13ページにかけましては、剰余金計算書でございます。まず利益剰余金の部において1の減債積立金でございますが、前年度繰入額4131万1234円は企業債償還金として全部取り崩し、
当年度末残高はございません。また2の未処分利益剰余金でございますが、前年度未処分利益剰余金4131万1234円は全額減債積立金として処分し、当年度純利益6355万5352円は全額当年度未処分利益剰余金となっております。次に資本剰余金の部でございますが、これは前年度末残高に当年度発生高を加えたもので、翌年度繰越資本剰余金は13ページの最後でございますが、5億8164万4086円となっております。次に14ページの剰余金処分計算書案でございますが、当年度未処分利益剰余金6355万5352円につきましては全額減債積立金に積み立てる予定でございます。次の15ページから18ページまでは貸借対照表でございます。この表は企業の財政状況を明らかにするためのもので、平成20年度末におけるすべての資産負債および資本を総括的に表示いたしております。まず資産の部では1の固定資産合計16ページでございますが、35億847万6994円と、2の流動資産合計4億6953万996円で、資産合計39億7800万7990円となっております。また負債の部では3の流動負債のみで7303万3120円でございます。次に資本の部でございますが、17ページの4の資本金合計32億5977万5428円と、5の剰余金合計18ページでございますが、6億4519万9438円を合わせますと、資本合計39億497万4866円となっております。この資本合計と負債合計を合わせますと39億7800万7990円となり、16ページの資産合計と一致いたしております。なお平成19年6月に公布された地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、公表すべき健全化判断比率であります企業会計資金不足比率につきましては資金不足を生じておりません。次の19ページ以下につきましては事業報告書および付属明細書となっておりますので説明を省略させていただきます。以上が平成20年度水道事業決算の概要でございます。この決算につきましては監査委員の決算審査に付し貴重な意見をいただいております。平成20年度は6355万5352円の純利益を生ずることができました。しかしながら普及率向上のためにはさらに給水区域内の排水管の整備が必要でございます。また排水本管の整備、老朽管、水源設備の更新など施設の整備計画は山積いたしております。今後企業債償還金、減価償却費の増加等厳しい財政運営が予想されますので、なお一層の企業努力をいたす所存でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。私立病院事務長堀康彦君。おはようございます。続きまして議案第91号の平成20年度八代市立病院事業決算につきましてご説明申し上げます。そもそも自治体病院の存在意義とは地域における良質で安全な医療の提供にあり、山間、僻地、離島などの医療、また本院などのような結核などの感染症、そして小児科、産科、救急医療などを含む不採算医療の提供にあり、地域の医療機関や行政機関と連携を取りながら地域住民の健康の維持増進を図り、安心して暮らせるための役割を果たすことでございます。しかしながら病院経営をめぐる環境は大変厳しく、平成16年度の研修医制度変更による全国的な医師不足や、平成14年度から4期連続の診療報酬引き下げをはじめ、相次ぐ患者の負担増など国の医療費抑制策の影響もあり、全国自治体病院協議会が取りまとめます平成20年度の自治体病院、決算見込み額調査報告書によりますと、自治体病院の 71.2% が、特に市が開設しております自治体病院の 74.1% に当たる自治体病院が、単年度で赤字が生じている状況でございます。このような状況の中、本院は地域住民のニーズに応えるとともに、健全経営の維持を最重要課題として事業努力を重ねてまいりました。平成20年度の主なものとしまして、血圧脈拍検査装置、患者モニタリング装置、多機能小型自動分析装置、薬剤自動分割分包機などを購入し、医療機器の整備を進め、また老朽化したエレベーター改修工事や病棟西側サッシ改修工事などを行い、病院環境の整備を図ってまいりました。しかしながら平成19年度に引き続き、平成20年度におきましても病院職員2名分の退職給与金4924万3864円の支払いが生じました。その結果、最終的に本年度決算に大きく響き、当年度純損失は4039万5862円となったところでございます。それでは資料に基づきまして決算の内容をご説明いたします。20年度病院事業決算書の3ページをお開きいただけますでしょうか。決算報告書でございます。括弧1の収益的収入及び支出でございますが、今期の営業活動に伴います収益とそれに対応する費用を表すものでございます。後ほど説明いたします損益計算書はこれに基づいて計算されます。収入におきましては決算額の欄でございますが、第1項の異業収益が5億2650万8756円、第2項の異業外収益が1億3309万6400円、第3項の特別利益がありませんので事業収益の総額は上になりますが6億5960万5156円であります。また私立の決算額におきましては、第1項の医療費用が6億9731万8797円、第2項の医療外費用が56万9574円、第3項の特別損失が
767,157円となりまして、事業費用の総額は6億9865万5528円であります。次に4ページの括弧に資本的収入及び支出でございますが、こちらは収益的収支とは別にその効果が時期以降に現れます将来の収益に対応します支出とその財源にあたる収入を表すものでございます。収入の決算額の欄ですが、第1項の企業債が1190万円、第2項の高い系出資金が951万3491円で、合計2141万3491円であります。また私立の決算額におきましては、第1項の建設改良費としまして、エレベーター改修工事や病棟西側改修工事および医療備品購入のために2829万2250円、第2項の企業債償還金は通常の記載の償還金969万7489円であります。第1巻の資本的支出の総額は3798万9739円であり、なお資本的収入額は資本的支出額に不足します額1657万6248円は、可燃度分損益勘定留保資金1523万2360円及び当年度分消費税資本的収支調整額134万3888円によって補填いたしております。次に財務諸表に移りまして、7ページから損益計算書でございます。これは当期平成20年度におけます病院事業の経営成績を表しているものでございます。まず1の医療収益の合計額5億2613万2972円に対しまして、2の医療費用は、医療費用の合計額は6億8369万3701円となり、差し引き医療損失はページの一番右欄1億5756万729円となっております。また3の医療外収益の合計額1億4794万4096円に対しまして、次のページでございますが、4の医療外費用3001万2072円であり、医療外収支はその右の項目1億1793万2024円の利益を生じております。これに前のページで記載があります医療損失を差し引きますと、経常損失が3962万8705円となります。5の特別利益はありませんので、6の特別損失76万7157円を差し引きますと、20年度の純損失は4039万5862円となります。当年度純損失を前年度からの繰越欠損金2億8692万3319円に加えますと、当年度未処理欠損金は3億2731万9181円となります。次の9ページからは剰余金計算書でございます。まず利益剰余金の部では、前年度繰越欠損金2億8692万3319円ですので、これに平成20年度の純損失4039万5862円を加えますと、当年度未処理欠損金は前ページと同額でございます。次に資本剰余金の部でございますが、補助金1646万9000円、次のページにあります給付金10万円とともに前年度と同額でございまして、10ページの翌年度繰越資本剰余金は1656万9000円となっております。なおこのページに昨年度記載しておりました欠損金処理計算書でございますが、公営企業法の決算の書き方に準じまして不要とのことで、本年度表記を省略させていただきましたのでお断り申し上げます。11ページをお願い申し上げます。続きまして貸借対照表でございます。企業の財政状況を明らかにするものでございまして、平成20年度末におけるすべての資産負債及び資本を総括的に表示しております。
まず試算の部ではページ右下でございますが、1の固定資産の総合計となります1億9235万1799円と、次の12ページでございますが、2の流動資産合計3億3690万3014円と合わせ、二重線のところになりますが、資産合計は5億2925万4813円となっております。また負債の部では3の流動負債4973万5749円により負債合計額と同額でございます。資本の部となります。4の資本金合計の7億9026万9245円と、次のページの剰余金中剰余金合計の額の一番右の方の下から3段目でございます、マイナス3億1075万181円を合わせまして、資本合計は4億7951万9064円となっております。この資本合計と前のページの負債合計4973万5749円を合わせますと、負債資本の合計は5億2925万4813円となりまして、12ページの資産合計の額と一致いたしております。なお地方公共団体の財政の健全化に関する法律により公表すべき平成20年度決算に基づきます健全化判断比率であります企業会計資金不足比率につきましては、資金不足を生じておりませんことをご報告申し上げます。次の15ページ以下につきましては、事業報告書及び付属明細書となっておりますので説明を省略させていただきます。以上、平成20年度病院事業決算の概略をご説明いたしました。20年度は平成19年度に引き続き大変厳しい状況下での運営となりました。統計的な面でその一面をご説明申し上げますと、患者数の推移は外科は入院者数外来者数ともに前年より増となり、合わせまして371名前年比増加しておりますが、内科につきましては逆に入院者数、外来者数とも合わせまして患者数が1576名の減となり、内科、外科両方とも合わせますと1205名の患者減となり、医療収益の減につながったものでございます。また先ほど申し上げましたように、職員2名分の退職給与金4924万3864円によります費用の増加により、その他の経費の節減に努めましたが、結果として純損失4039万5862円が生じたものでございます。昨今全国の病院、特に公立病院におきます医師不足が問われる中、国の医療費抑制策の今後が心配されます。さらに地方公共団体の財政の健全化に関する法律や総務省の公立病院改革ガイドラインによる病院の健全化に、病院の経営の効率化や病院形態の見直しに関する改革が強く求められており、公立病院の経営はますます厳しくなるものと予想されます。本院におきましても、平成20年度に策定いたしました八千代市立病院改革プランに基づきまして、現在公営企業法の一部適用から公営企業法の全部適用に速やかに移行ができますよう職員一同取り組んでいるところでございます。その中でさらなる事業の見直し充実を図り、合わせまして医師の確保に力を注ぎながら、良質で信頼される医療の提供と地域医療の確保、健全経営の維持に職員一同取り組んでまいる所存でございます。よろしくご審議いただきまして、平成20年度決算につきましてご認定いただきますようお願い申し上げまして、決算の説明を終わらせていただきます。以上で提出の説明を終わります。
日程第2から日程第15までの14件の議事をしばらく中止いたします。この際9回の件についてお分かりいたします。明10月14日から同16日までは9回といたしたいが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。日程第2から日程第15までの14件の議事を再開いたします。この際お分かりいたします。本14件に対する本日の議事はこの程度にとどめ、宴会といたしたいが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。なお明14日から18日までは休会とし、次の会議は19日帝国に開き、質疑並びに一般質問を行います。質疑質問ご希望の諸君は明14日午前10時までに発言通告書をご提出ください。本日はこれにて宴会いたします。